何それは柔らかくしたんや、固くしたんや。シェービングクリーム入れたらちょっと固くなるけど、うん、なんかもっともちもちになるみたいな、やってみて。さっきの放射で固くなったんじゃなくて、シェービングクリームで固くなった。手につかんくなるぐらい。やばいやばい、ケーキみたい。やばいやばいやばい、壊れんで。すごー、そんな入れて大丈夫な？うん、もうほぼほぼそれシェービングクリームやな。え、最初もっとちっちゃかったよ、これの半分の半分ぐらい。匂いが出るじゃん。成分はシェービングクリーム。あなた手が匂いリュウちゃんになる。もうちょっと入れる？大丈夫な？そんなに飲み込めるん？え、何でもいいで。うん。これ？すご。すごいわ。すご。行く。うん。うわ。うん、これは、うん、うわっ、うーわ、あ、いい音してる、やばっ。ちゃんとそのシェービングクリーム自分で買ったやつやで。おお、奈々ちゃんだから使いたい放題やで。そうなん、私は何も言わんで。え、あれから買えって言われたん？うん、3本買っとうで自分で。うせやん、ストックがあるよ。耳にあげたやつの次これ。うん、うん、違う、これが耳にやる。え、そうやったっけ、これ。うん、こんな感じやで。あ、ちゃうわ。水のりや。洗濯のり。洗濯のり、5本買った。すごい。このストックがあんの。余るんじゃん、これ、シェービングクリーム、ここ。え、こうやってやれば、取れるかな。職人。ずっとなぁ、くーちゃんと、こんなことばっかり。しとん。そんなんせんと、うどん売ったら。あのさ、なあ、あのさ、あの、くーちゃんがさ、いいやん、なみっちゃんがシェービング、みっちゃんがシェービングクリームの匂いがダメで、そうそう、買ってくれへんねん。で、あの、買ってくれへんくて、で、うちに洗濯のりがないから、って、ななんちで作ろうってなって、うん、一緒に作ろうってなって、毎日パン切り作っとんねん。そうなん？うどん期待しとくわ。なんでやねん。うどん職人。美味しくない。ほら、全部吸収されねえんだ。ほんまや、すごい。いいよ。うわ。え、なんで？うわ。なんか全然つかへん。これ横動画で撮ればよかった。ほら。縦やけど横動画に出そうかな。もう一回やっていい？ショートにはまとめられへんわ。縦動画で出したらあかんの？縦で出すわ、このまま。うん。これを、うん、じゃあそのまま携帯をドボンしようか。やめようか。このまま携帯にかける？もうやめて、もうやめて、もうやめて、匂いがすごいから。ほんまな。私もみっちゃんみたいに禁止令出すで。ほんまや。空間がりゅうちゃんの匂いはやばいで。やばい言うてごめんけど、やばい。臭い。これが？これ分かる人には分かるよな、シェービングクリームの。支部でさ、バリおもろくなって。何が？はるはる家来てくれて、あの、支部寄ったんよ。うん。で、寝室、うん、マジ、ゆうちゃんの匂いやねんけど、って言ったら、うん、え、あれ、うちも最近カレー臭やばいねんとか言うから、うん、いや、ちょっと匂ってって言ったら、俺の部屋は匂うな。ほんまに匂いに気をしな。春ママが。匂ったら、え、全然いい匂いやん。やろうとか言って。芳香剤置いとうからな。あれ置いとうよな、芳香剤な。お香炊いとうしな。絶対本人も臭いのに。気にしとんねん、聞いた。えぐー。え、もっとこれで半分半分半分ぐらいやで。え、そんなに入れて大丈夫なん？ほらほら。うわー、くっつくんですけどうわー。だからこれはシェービングクリームだから、スライムたまらない。これをまとめる。いけ、いけ。え、待って。柔らかすぎてまとめるのむずい。もう、やめて。もう柔らかすぎるんじゃん、これ。うん、ありえん。ほら。洗濯物入れた方がいいよ。そして巨大化していくんやろ、これ。捨てられない。あ、私が放置しとスラムどうなったの？混ぜたら？もう半年ぐらい経つんじゃん。経つの？えぐいこと言うわ。あの企画から？あの、え、ちゃうわ、3ヶ月ぐらいか、あれ。あの企画から3ヶ月ぐらい。また谷氏生えとんちゃう。いい子。それ腕、これ触ってみ？え？これ触ってみ？あ、あ、すごい。
めっちゃもちもちやね。すごい。すごいけど手につくで。やばいやばい、見てほら。いやなんかこれで、これさ、お風呂に入れたらさ、多分怒られる。え、めっちゃ柔らかいで。いいのこれ。どっちかわからんけど。なんか出してきたで。あ、これちゃうわ。これや。うわ。いや、めっちゃダメや。え、周りがちょっとカピカピ。これ混ぜたら周りちょっとカピカピやで、ほら。え、ほんまに言ってる。触って触って。ここ。なあ、ほんまや。耳ね。さあ、あ耳ね。うん。うん、うん。プルンプルン。え？なあ、耳ね。触ってん。なあ、耳ね。あの最初さ、このさ、はい、する巨大スライムのさ、うん、色さ、あの、うん、エメラルドグリーンでめっちゃ色濃くて。そうなん。めっちゃ綺麗やったのに、シェービングクリーム入れたらこれ。真っ白やん。白はできるというね。ちょっとちょっとちょっと。これ、あ、やめて、やめて。最悪。プルンプルンやで、ほら。入れる？混ぜ混ぜ。硬いと思うで。え、触ってみ。硬いでめっちゃ。こっちが柔らかいからいいんちゃう。あ、ちょっと硬い。ちょうどいいんちゃう。めっちゃ硬い。ちょっといいかな。いや、混ざる？こっちが柔らかい。やってみよう。やってみよう。取って。取って。あ、でも。あ、あ何してんの？レッツゴー。え、なんかラメみたいになる。めっちゃ混ぜなあかんで。スライム作って、ないっしょに。で、放置しようか、つって。本棚に置いとく。頑張れ。なんかだんだんこっち来ようの気になるな。ちょっと、ダメよ、パソコンあるからね。うんうん、じゃあみん、全部さ、そっちやって。半分にやってよ。うん、ティッシュ。よいしょ。あかんで、ね、ティッシュ。なんで？手洗った方が早い？ほら、早い。うん、下にある。いけ。溶けた？まだ固まっとう。無理やろ。めっちゃ混ぜたら混ざるはずやで。無理やろ。一生混ぜとかなあかん。一生混ぜとけ。え、なんだスライム2時間さ、ずっと混ぜながら携帯見ようと。手ふやけるっちゅうの。ヒゲ生えてくるかも。シェービングクリームな。こっちの方向けて。好きやなあ。炭酸電池買ってくるの忘れた。炭酸。うわ、見て、ちょっと混ざった。ほら、ここらか。りゅうちゃんに買ってきてもらう。全然足りんくない。絵の具混ぜた方が早いんちゃう。いや、ちゃんと混ぜて、混ざるから、マジで。あ、これ？うん、それ。絶対溶けるから。溶けるとかあんの？うん、だから髪の毛がさ、あんねんけど。それは取ろう？取れへん。ほら。ん？どこ行った？はい。それ。来た？ちょ、手洗うわな、一回、うん。これ固まったらもう一回つけるわ、カメラ。一個の塊にしようか、とりあえずな。え、多分固まってるで、ほら。うん。これ。集めて集めてしてな。もうおかしい、ね。頼むで。うん。うん。オッケー。ほんま綺麗になった、ヒカル、すごい。ほんまに？うん。見て。あれ、色が緑になった。緑になった。飲み込んだ、ほら。見て、大きく。ほら。すごい。これ、いい感じ？硬さいい感じになったんちゃん、ちょうど。触ってみて、え、なんかマジで。いや、もう手洗ったからいいわ。え、ほんまに一回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 、片手で。ほら、またすぐくっそ。ほら。騙されるすぐ。なんで？ほら。いいよ。え、なんなんで使えるの？飲み込んだ。なんだスライムの手？髪の毛吸い込んどったら吸出したってな。多分無理。巨大すぎて無理。完成です。